皆さんおはようございます。ゆきのお父さんです。でもですね、本当に、実はこの CF ネジへ来るのは、もう3回目4回かな、ね、実は、何回か来てるんですね。それでね、このように講義、ね、今回このようにですね、ゆきがね、ちょうどいるときにこの講義できることね。で、今日だけじゃなくて、月火水木金と5日間あるので、小出しにしていきたいと思います。いっぺんに全部喋っちゃうんですよと、ね、もったいないので、長い長いいろんなストーリーがあるので、もう小出しにしていきますので、はい、でいろんな質問もね、後で受け付けていきたいと思いますけど、とにかくもう勇気からたくさん皆さんのことを聞いてました。なのでね、このようになんだっけ、雪の宝でやったその学生、劇でね、出てきたあの人だとかね、もう聞いてですね、あ、これがその噂のその人かとかね、聞いててですね、本当に嬉しいです、実際にお会いできて。そしてですね、今日ね、新入生のね、本山悟君もね、よく知ってる人です。同じ教会ですからね。ね、そのね、香川の津田じゃなくて、ここで、ね、このね、一緒にね、できるってこと、本当に嬉しく思います。まあ、とにかく、ですね、まあ、ゆうきがね、今回ね、3年生ですよね。なんか祈ってる時にこう主人がこうバーッとこの赤ちゃんの時を思い出すんです。こんくらいだった。これで寝なくてこうやってた、なんか祈ってる時急にそれがね思い出されて、なんかおお、主よ、感謝します。この子が今こんなにね、主によって導かれ立てされてる、もう主の憐れみ以外にありません。主に感謝します。ハレルヤ。主に感謝します。親っていうのはね、何年経っても親バカなものでもう無条件嬉しいんですね。はい、その話をするともう終わっちゃうんで、はい、実は勇気だけではないんです。私の家族紹介しますね。あ、こういうのがね、こういうのね、はい、これ私、はい、妻のサジョン。ソジョンはですね、後で紹介するんですけど、次の時間にね、もうたっぷり1時間か、ソジョンのね、証しと講義がありますので、その時に詳しく聞いてください。私が言っちゃうとまたあれなんで、ね、小出しにしてますから。はい、そして、ゆうきは長男です。5人兄弟の一番上。いろんなプレッシャーと中にあったんですけど、とにかくもう生まれた時からリーダー。はい、まあもう勇気の紹介しなくても十分だと思います。はい、2番目、秋は高校1年生になりました。今まではね、一緒にいたんですけど、今年度から、つまりこの4月から、兵庫県の方のチャーチスクールに入学することになって、親元離れてもうドキドキやってますね。もう本当にちっちゃい頃から勇気と仲良くね、もう本当にね、やってたその秋が今度ね、もう寮生活してやってます。3番目、聖司。似てますか皆さん。そう、へー、親から見ると全然違うんですけど。でもね、もう性格も全然違うんですよ。まあ兄弟ってそんなもんですよね。ね、顔はそうかもしれないけど、聖司、もう釣りとサッカーとドラムしか頭ない。まあでもでね、本当にこの津田の教会の、日本のね、私の言ってる香川県にいるんですけど、その教会の中で本当に自由に喜んで、何年生、中学2年になっちゃった。早いな。すみません、考えに引けてますけど。浩二が、小学5年生、はい、歴史漫画が好きな浩二。お父さんと一緒ですけど、はい、美香、小学2年生。いやー、もう目に入れても痛くない。はい、ということで、5人兄弟、息子3人、娘2人、それで、ね、家族7人で、もう本当に、ね、家族が一つの宣教チームだと思ってます。はい、アメンですね。家族がチームです。もうね、一緒に宣教師。私は子供たちにいつもね、お前たちはね、生まれた時から宣教師だからねって。ね、生まれた時から宣教師だからってね、別になんかね、ね、もう一緒にやってますね。まあ、その話はまあ後でいっぱい出てきます。今言わない。はい、次。2003年からミャンマーに派遣されました。はい、ミャンマーね、2003年
の頃なんですよ。今から18年19年かな、はい、もうその頃からですね、まあ、なんでミャンマー行くようになったのかっていうのは後で言いますすいませんね、5日間あるから全部言っちゃったら後で話題がなくなっちゃうんですねなので今回ね、私のこの18年の歴史をね少しずつ話すつもりです。まあでもね、基本的に何でどこで何してるかっていう人をね話さなきゃいけないので、ミャンマーどこだか分かりますか。ここね、ひし形の国、ひし形で中国、インド、タイに挟まれたここですね、はい、カンボジアではありません。よくね、カンボジアですか、違うんですね間違えられるんですけど、タイ、あの隣にあるミャンマー、昔はビルマと言いました。ビルマの盾事っていう映画があってですね、今の若い人は多分あんま知らないと思うんですけど、ね、それを言うとね、まあ、みんなピンとくるみたいです。はい、ミャンマー、えい、ミャンマーについてちょっと話すとですね、首都はね、ネピドーと言います。この辺にあるんですね。あった、これネピドー、昔はヤンゴンって言ったんですね。これヤンゴンだったんです。ヤンゴンが一番大きな町です、今でも。でも、まあ、何十年前ぐらいにこのネピドーという人工都市、新しい都市に、移りましてね、なんていうのかな、まあ、首都があります。そして主な都市マンダレーっていうのがあるんですけど、これ2番目に大きな町なんですけど、ここのマンダレーというところに私たちは10年間宣教してたんですね。マンダレーはどういうところかっていうと、まあ、日本で言えば京都みたいなところです。というのは古い都なんですね。日本のほら古い、ね、都、京都みたいな、そういうマンダレー、めちゃくちゃ暑いんですよ、これほど、ね、もう40度超す暑さ、まあとんでもないところなんですまあでもね、そんなのはね、もう 1,2 年経てばすぐ慣れちゃいます。はい、マンダレーで、実は今ここにいなくて、このシャン州という、ね、ところにある、この辺にタウンジーという町があります。タウンジーの近くのさらに田舎のニャウンシェ、一緒に行ってみましょう。ニャウンシェ、ニャウンシェ、ニャニュニョが多いんですね、ミャンマー語はね。国の名前もミャンマーですかね、ミャンミョンミョンニャニュニョね、もう田舎すぎてこの地図には載ってません、ね、そういうところに、引っ越しました。まあ、そのこともね、なんでかっていうのを話後で話すんですけど、とにかくミャンマー、こんなね、いろんな州があります。はい、まあ、次、国の旗、ね、前はね、まあ、別の旗だったんですけどね、まあ、軍事政権が、まあ、コロコロ旗を変えるんですね。はい、ミャンマーの旗です、はい、ミャンマーの食事、ね、一番私が質問を受けて困る質問、何か、ミャンマーの食事どうですかってもう行って食べてくださいとこれね、説明が難しいんですよ、これね。まあ、だからもう写真で見ればなんとかね、こう、まあ、ご飯はね、このほらタイ米ってあるじゃないですか、パラパラした細長いやつね、まあチャーハンにするといいみたいな、 ああいうのなんですけど、まあそれだけじゃなくていろいろあって、まあ肉とか鶏肉、豚肉、油っぽくて、あとはもう野菜。だからって言ってもこういうの食べてるわけではありません。もうね、私の奥さんのソジョンが日本料理、韓国料理、ミャンマー料理、いろいろやってくれるのでね、で私に合わせて辛くないようにやってくれますね。みゆきは辛いの大好きなんですけどまあでもね、私が辛いと思うもん、なんでこんな辛いんだってことになって大変なので、いつも食べてるわけじゃありません、ね、本当に食べたい方ミャンマーに行ってください。まあ、東京にもミャンマー料理店ありますけど、ありがとうございます、ね、もうミャンマーにね2回来てくださってるので、その時にね、私考えたんです。これでチームのみんながお腹壊したらもう二度と来てくれないどうしたらいいだろうと思って、ね、美味しい、ね、食事を、ね、一緒に、ね、チーム来てくださって、まあ、その話も後でしますね。いろいろ5日間ありますからね楽しみにしてください。次なんだ、ロンジー出た、巻きスカートなんですね。女の人だけじゃなくて男も巻きスカート、はいね、どうやるのか今日は持ってきてます。じゃん、これがみんな印象的らしくて、こんな感じですね。はい、ただの筒、何にもない筒です。種も仕掛けもありませんこれ見えますか。本当はこれ中にズボンなんか履かないんです。パンツだけです。現実にはパンツも履いてないという噂がある私見たことないで分かりません。中確認するだけみたいな。これをゆっくりやってると落ちちゃうんですね。どうやって回すか見せます。落ちないようにパッパッ、そしてこれをギュッとやってここの中に入れる。
これが落ちないように縛れるようになるのに1年かかる。その前はこれ安全ピーで止めたりじゃないと、なんかこう触った時におおってパンツだけになっちゃまずいんです。なのであれこれね、はい、ということで、あ、マイクなかったけど大丈夫ですね。とにかくまあこれロンジーと言います。はい、ね、女の人はまた別の巻き方があるんですね。女の人の場合はこれをね、こうこういうふうにやるんですね。女性のやり方ちょっと私できないんですけど、まあ男の場合は真ん中で、慣れてくるとこれが歩きながらでもこうできる。もうみんな歩きながらこうやってね、ミャンマーの教会ではみんなこう座って立ったりするために直すんですね。じゃあ皆さん立ち上がって賛美しましょうって言うとみんなこうやって直すんですよ。はい、ということでロンジーと言います。覚えてください。はい、何を喋ってんだ。あ、そうなんですね。で、今何が起きてるかというとですね、アウン・サン・スー・チーさん、ね、まあ、長い間自宅軟禁してたんですけど、2010年頃からですね、解放されて、それで、まあ、民主化が始まったんです。それで、ああ、いい感じでよかったと思って、私が行った2003年の時はもう本当に軍事独裁バリバリ、自宅軟禁だったんですね。それが2010年ぐらいになって、民主化が始まって、いやこれからミャンマー本当にいい方向に行くぞと思ってた、その時に、去年の2月ですね、再び軍事クーデター、ということでまたまた自宅軟禁、自宅じゃないな、別なところにね今、まあ祈ってください。まあそのせいでですね、私たちもこの今ねミャンマーに戻りたくても戻れない状況なんですね。まあコロナもあったし、まあその辺もね本当にこう、まあまあでも日本にね主が、まあ、だからここに来れたね、そうじゃなかったらねミャンマーにいたんですけど、まあ2020年からですね今日本にいて、まあ、四国の香川県というところなんですけど、そこでね教会通いながら、ね、いろんな教会回って、そしてねこのように、準備してるわけですね。はい、じゃあ次かな、なぜこの道をという題で今日お話ししたいと思います、ね、なんでミャンマー行ったんですか、ね、そもそもね、なんでこの道を、ね、理由があったわけですね。あ、すいません、これちょっとま撮りますねこれ。ずっとやってる。久しぶりにやりましたねこれ。これミャンマーではもうこれ外行くときいつもこれです私、ね、ズボン履いたことないですね教会行くとき。もうポリシー持ってやってますんで。はい、後で皆さん履きたい人がいたら やらせてあげますね。もしくは勇気にやり方聞いてください。勇気ももちろんねロンジやってますから。じゃあなんでこの道をね、なんで宣教師になったんですか、なんでそこに行ったんですか、それには深いわけがあったんです。はい、それを話すのにはね、まずですねミャンマーに行く前の話をしなきゃいけないですね。まあ救いと献身の話よくありますよね、救いと献身の証って言うんですけど、私の場合はもう人生が自分のドラマのようです。私、まあ、この学校はもうドラマが皆さん大好き。まあね、まあ、韓国ドラマも流行ってますけど、まあ、私韓国ドラマ見るけど私の人生の方がもっとドラマチックだな。本当にいろんなことがありました。なのでそれをですねどこまでこうあんまちょっと後でなんかあれお父さん大げさすぎるよって言われるかもしれないんですけど、まあ、なるべく事実にのっとってやってみたいと思います。はい、ですね、私は全然あの無宗教の家でした。もう周りにクリスチャンとか全然いなくて教会にも行ったことない、まあ、たまにクリスマスになんかお菓子がもらえるとかねそういうところで行ったことあるんですけど、もう全くの無宗教で、その何ですか、まあ関心もなかったんですね。普通の、 あの日本の家庭で、まあ宗教は何ですかって言って、まあね、あうちは仏教ですとか言って全然仏教じゃない。まあ要するに無宗教ね、関心もなかった。で大学生の時になり大学生になりましたね。大学生というのはですね、入るときに、ね、もう、なんていうかな、もう、新しいことができると、もう期待と希望を持って入学するんです。ね、どんな学校でも入るときはそうですよね。で、そのときはですね、もう、なんていうのかな、一番大事なのは友達。ね、友達が一番なんですよ。皆さんそうじゃないですか、ね、学生のときというのはね。もう、いろんな友達とですね、サークルに入ってですね、新入生歓迎コンパ。わかりますか。その世界がわかる人がいるかな。もう新刊コンパでね、もうまあ飲んでわーやって、まあそれが楽しかったんですね。
まあ、いろんな友達と喋って、で私は新しい人と喋るのが大好き、ね、もうね、大学のいろんな、ね、サークルに入ってですね、もう喋って食べて、ね、だからもう人生で一番大事なのは友達だと思ってました。友達と仲良く楽しく、これが人生で一番大事だ。ところが何が起きたか、一番親しい仲良かったその友達と仲たがい、それも彼がね、いきなり私のことを無視するようになった。おい、どうしたんだよと目をさーっとそらせて、昨日までもう親友で仲良く話してた人が目を合わせてさーっと、どうしてだ、怒って、怒りその後通り越してもう絶望、もう人生嫌になっちゃいましたね。何のために生きてるんだ、わかりますか。人生で一番大事だと思ってた友達、その友達が私とこう人間不信になりました。学校行くのも嫌になっちゃった。ああ、人間なんて所詮こんなもんだ、いつかは裏切るんだ、もう信じられないね、人なんか信じられない。そのうちそう思ってる自分も信じられなくなってきて、そんな時でした、ね、また別のある友達がですね、あの私に言ったんです。伊藤君、教会に来てみないか。教会いや僕はね、宗教とかあんま好きじゃないから、あんたが言って、あんた僕がいいよって。でもその友達はね、こうプッシュが強いんですね。いや伊藤君、今日一度来て、ぜひ来てよ言うから、はあ、まあね、私の主義は何だったか、友達を大事にする断れないわけですね。申し訳ないからね、分かった、じゃあまあ一回ぐらい行ってやるかって、ね、ね、申し訳ないから、で行きました、ね、最初に教会行くっていうのはね、ドキドキなんですよ。あれ、ちなみにここでクリスチャンホームじゃなくて、途中からイエス様信じるようになったっていう方いますか。クリスチャンホームじゃない方、あ、結構いらっしゃいますね。じゃあ、あの途中から教会行くその気持ち、ね、クリスチャンホームの方はそれこそ生まれた時からずっと教会なんですね。で私それがねなかったもんですから、わかりますよね。教会最初行く時っていうのはね、こんな罪人の私がね、こんな、ね、教会なんか行っていいんだろうかって。おまけに全然宗教なんか関心なくて、ギリで行ったの、ギリギリチョコじゃなくてギリ教会、本当にまあいいのかなって、ね、まあ、とにかくね、まあ、その人がね、伊藤来て来てって言うからね、行ったんですよ。そしてまあ、ね、最初にこうで、すいませんって教会のドア開けたら、そこで何が起きたか、伊藤君よく来たね、歓迎しますとか、ああ、あなたが伊藤さんですか、ああ、なんだなんだここはなんで私の名前知ってるんですかって、伊藤さん、あなたのために祈ってましたよ。祈る、なんで祈るの。世の中の宗教はね、大体自分のために祈るんです。そうじゃないですか、交通安全、商売繁盛、合格祈願、みんなそうですよ。神社行ってみんな自分のこと祈る。それがこのキリスト教会の人たちは、顔も一度も会ったことない私のためにずっと祈ってた。なんて変わった人だろうと、これは全然随分変な人だなと、ね、これは何かあるに違いない、ね、がぜん興味を持ち出してそれでですね、まあとにかくまあね、物は試し、ね、まあ何か言ってみようと。そしたら教会の人たちはですね、まあ歌を歌い出すんですよ。これがなんだか、まあ、とにかく分かんないけど、まあやってみようと。そしたらその歌がなんか全然意味がわからない、もう血の話をするでしょ。なんかもう子羊、なんで動物が出てくるんだ血潮で、ね、子羊をなんか褒めたたえます。はぁ、なんで動物褒めたたえんの全然わからなかった、うん、ただみんなが幸せそうに賛美して、ハレルヤとかだ、ね、まあわかんないけど、私はね、こう場に合わせるのは得意なんですねその頃からもう宣教師のあれかと、とにかくね、みんなの雰囲気合わせて、まあ、みんながやってるから私も一応やってみようかなそのうちにあるこうちょっとこう怖い感じの先生がやってきて、伊藤さん、聖書を一緒に読みませんか、ね、ちょっとこちらに、お、来たぞ来たぞ、宗教勧誘俺は騙されないぞ、ね、と思ったんですけど、まあ申し訳ないですかね、あ、分かりましたとか言って、その人とちょっと狭い部屋に入ってきました。そしてその人が言ったんです。伊藤さん、ね、聖書の中にこう書いてあるんです、ね、一番、神はあなたを愛しておられ、あなたの人生に素晴らしい計画を持っています。2番目、しかし人間には
その神様の罪があって神様の愛と計画を知ることができません。3番、でもイエス・キリストが私たちのために十字架にかかり私たちの罪を許してくれたので、ね、私たちはイエス・キリストを受け入れるときに、ね、永遠の命を得ることができます。4番で、このイエス・キリストを受け入れるならばあなたは神の愛と計画を体験することができます。信じますか、信じますか。で、私、おー、そんなこと言う、ね、信じなさい、もうプッシュが強いんです、その人も、ね、信じればあなたの人生変わります。で、私はなんていうの、そうですねとか言いながらですね、もう信じまさか言われたんで、あーはいとか言っちゃって言っちゃったんですね、まあ、で、私その時何考えたか、まあ、何でも物は試し、ね、社会経験、ね、やってよかったら儲けもん、嫌ならやめればいいんですよ、まあ、やってみようか、ね、軽く考えました、ね、みかんは外から見て甘いか酸っぱいか分かりますか。分かんない、ね、開けて食べてみたら、あ、これ甘い酸っぱい、分かるんですね、まあ、そのレベルで考えました。じゃあ分かりました、信じます。そうしたらその先生喜んじゃってね、そうですか、素晴らしい、じゃあはい手を組んでくださいと言われる、あ、分かりました、手を組みました、目を閉じてください、目を閉じました、私の後について祈ってくださいって言うんですよ。はい、その通りやります。物は試し、社会経験、みかんの試し食い、ね、で、主イエス様、主イエス様、私は罪人です、私は罪人です、でもこの私の罪のためにイエス・キリストが十字架にかかり私の罪を許してくださってありがとうございます。私は今イエス・キリストを自分の救い主として受け入れます、ね、永遠の命を与えてくださってありがとうございます。イエス様いないとお祈りします、アーメンと言って目を開けたら、その時に彼は私の肩にこう手をつかんで、ハレルヤ、あなたはこれでイエス・キリストクリスチャンになりました、おめでとうございます。いやいや、私そんなんじゃないんです、いやいや、そういうわけじゃなくていいんです、心で信じて口で告白して救われるんですって言うんです。どうしよう、これ大変なことになっちゃった、まあとんでもない宗教勧誘にはまって策略にはまって、これもう抜けられなくなってどうしよう思ったんですね。そしてね、もうその先生はですね、この事実を皆さんの前に明かししてくださいって、証ってなんだと思ってもう専門用語ばっかり言うから分かんないね。それで一応ね、その教会のみんなの、教会のみんなにこっちで祈ってるんですよ。イエス様受け入れますように。で、私がもう暗い顔して出てきて、言われる通り一応受け入れました、わーって拍手とか言って、おめでとうって、これで救われましたね。救われたって何みたいな、もうですね、もうまあまあしまったと思ったんですね。で、まあ、家に帰りました。家に帰ってね、私を誘ってくれたその友達に電話したんです。あのさ、教会の人みんなすごくいい人なんだけどさ、めちゃいい人だよ、なんだけどさ、俺ちょっとこれね続けられないんだよと思うんだけどなって言ったんです。そしたらその友達が何て言ったのですか。大丈夫大丈夫、最初はみんなそんなもんだからね、ご飯食べに来ればいいの、ご飯食べる、ね、大丈夫大丈夫、どうぞ来て来て、ご飯食べに来て、遠慮しなくていいから、そう、みんなそう、最初分かんないのって言うから、あ、そうですか、分かりました、じゃあ行きます驚くべきことに、それからその後私は毎週行ったの、毎週、不思議ですね、なんでか、上乾いてる、ね、もう人生ね、もう友達は自分を捨てるし、ね、何が人生真理なのか、何かが分かんないけど何かを求めてたんです。で、ここに何かがありそうだ、それだけは分かった、毎週行きました。で、わけわかんない賛美をやって、わけわかんない拍手して、もう聖書を読んでも全然わかんなくて、一つだけ分かったことがある、みんなが僕を大歓迎するんですね。もういつも教会行くとね、すみませんって言うと、よく来たね、どうぞ座って、食べて食べて、ご飯食べて、ご飯食べて、食べな、こんないいところあるかと家に帰ってもご飯ないんですよ、私その時一人暮らしでね。それがここに来たらもう食べて食べて、 VIP で、超 VIP 体育、なんていいところに来たんだろうと思って、ご飯食べながらね、私もう疑問だった、なんで私のことこんなにみんな愛してくれるのって、なんかかっこいい、全然そんなの、なんかいいことした、何もしてない、なんか有名な人、何でもない、平凡な普通の学生なんです。なんでみんなこんなのこと、私のこと愛してるの、もしかしてこれがみんながよく言ってる
イエス様の愛ってやつなのかな。私は聖書が言ってること全然わかりませんでした最初。でもイエス・キリストの愛肌で感じたんです。ハレルヤ、ハレルヤ。もう主の愛はね、拒むことができない。キリストの体を通してキリストを体験するんです。アーメンですか。未信者の人たちがイエス様どうやってわかりますか。神様目に見えないのにね。キリストは見えないけどキリストの体は見えるんですよ。キリストの体が一つになって愛し合ってる時に、ここに何かがある、ここに愛がある。私はそれでですね、あ、これがみんなが言ってる神の愛ってやつなのかな、そう思ってました。そんな時にある人が、私がちょうどね人間関係で落ち込んでる時にある手帳を見せてくれたんです。手帳、伊藤、この手帳を見て、落ち込んでる時にね。で見たら、私の名前が伊藤仁って書いて、日付が私が教会に来る6ヶ月以上前の日付、何月何日伊藤仁が救われますように。何ですかこれ、なんで私が来る6ヶ月前に。伊藤、私たちはね、その友達から伊藤君っていう人がいるから教会に来てイエス様信じますようにって6ヶ月前からずっと祈ってたんですよ。そして祈ってた時にあなたがここに来たんですよ。あなたがここに来たのは自分の足で来たと思ってるでしょ。そうじゃないですよ、神様の導きなんですよ。はあ、その手帳を見た時に私は、あ、神様がいるんだ、神様いて私の人生を導いてるんだ、それがもうこうストーンと分かってですね、もう目がダーッと流れて、こんな私のために祈ってくれる、そして私の人生を私の思いを超えたところで導いてくださってる神様に出会ったんです。ハレルヤ、ハレルヤ、主に感謝します。で私はその時にイエス様、イエス様、あなたに信じます、あなたを信じます、決心したんです。それが21歳の時でした。それからですね、もう私はですね、もう嬉しくて嬉しくてね、もうこれだ、これが道だ。で私ちょっとこういうところがあるんですね、これ危ないですね。もう私オウム真理教だから幹部になっても幹部これがね、オウムじゃなくてちゃんとイエス様に言ったんですね。主の導きに感謝します、ね、とにかくこれイエス様これしかない、ね、もう友達という友達に伝道しまくったんです。お前ここに聖書に声を入れて、1番2番3番4番信じますか、信じます、信じない。私はもう単純ですからね。そしたらね、みんな単純に信じないんですよね。私はその場で受け入れたのになかなか信じない。で私の友達にクリちゃんっていうのがいいですね。クリちゃんっていうのがこれもういつもね、顔がこんな感じで、伊藤人生なんで生きるんだろうみたいなね、もう悩むのが趣味いません、そういう人、ね、趣味、もう悩むのが趣味なの。これが悩んで終わるとまたこの悩み、もう悩んでばっかりな。でその時は私もね、悩みの答えが分からない、そうだね、分からないね、一緒に飲もうって飲んでたんですよこれが私がね、これこそ人生の答え、イエス・キリスト、で信じなさい。おー伊藤お前狂ったのかって、いや狂ってない、これ書いてあるんだよ。なかなかこれがね、信じないんですよ、宗教に狂ったと思われてでも私は諦めなかった。なんで、この愛のイエス・キリスト、私の人生変えたイエス・キリスト、一番親しい友達のそのクリちゃんにも知ってほしい。もう高校時代からずっと友達ですからね。それでね、クリちゃん、そしたらね、ある時、もう私このね、福音の話にもう何十回してるの彼に。最後にね、信じるって言ったらね、分かった、信じるって。おそうか、びっくりした。これじゃあね、こう手を組んでくださいって、じゃあ目を閉じてください、ね、じゃあ僕の後について祈ってくださいって言われた通りにやったんですね。主イエス様、主イエス様、私は罪人です、でもイエス・キリストを受け入れます、アーメンと言って目を開けた。そしたら何が起きたか、彼がね、涙流して、伊藤、俺イエス様の愛分かったよ、イエス様信じるよ俺から。そうか、男同士抱き合って泣きました。嬉しかった、こんなに嬉しいもんかと思いました ね。自分が救われるのも奇跡だけどね、一人の魂が救われるときに天で喜びが起こります。ハレルヤ、アメ、こんな嬉しいことないんです。もうそしたらもうこのクリちゃん変わりました。前はこう人生悩むのが趣味だったのこれ、ね、そしたらもうこんなに笑ってですね、もう教会でなんかハレルヤって踊ってる、おお前狂ったのかお前お前が言っただろうキエス様のことなんでそうか。そしてですね、もう、はあ、こんな素晴らしいイエス様をね伝えることがね、
もう自分が信じたのも嬉しいけど、伝えること、これを自分の仕事にしたいな、ね、そう思ったわけですね。もうね、伝道しなきゃとか、なんかそういうなんか義務感、そんなのなかった。黙っていられない、ね、まあ、そういう歌があるね、黙っていられない。もうね、私はなんかいいこと体験するとね、もうみんなになんか美味しいラーメン屋さんがあったって、もうおここいいよ、食べよう食べよう、ね、皆さん隣にもし頭痛で頭痛いんだって言ってる人にね、おこの薬いいよって自分が体験したらどうしますか、ね、いやあいつ頭痛いって言ってるから、これいい薬だから隠せ、あいつには隠せしますか、これ飲んだら効くよ、まあ、バファリンだかなんだか知らないけど、バファリン、まあ、とにかくね、この頭痛、私ちょっと時々頭痛があるんですね、これ飲むとね、ルールだかバファリンだか知らないけど、これ飲んで飲んで言いますよね。同じですよ、黙ってる方がおかしいんです。なんで、イエス様の愛体験したから、ハレルヤハレルヤね。それがね、私今思い出したら、ああ宣教の原点だったなと、いつも思い出すんです。その時私もいろんなミャンマーの村とかね、ミャンマーのその未伝道部族のところに行くときにいつもこの話するんです。多分勇気はもう全部完璧にコピー頭に覚えてね、あお父さんまたやってるわと思って、ね、でもね、言うたんびに私これ自分が恵まれるんですよ。なんで、救いの原点、そして献身の原点なんです、これが。あだから私宣教してるんだな、ね、なんで宣教するの、なんでこの道に行くの、あの体験したイエス様愛、それね毎回思い出すんですね。救いの証じゃんじゃんやってください。私ドラマだと思って、あれで人生変えられたんです。何かあった時いつもあそこに立ち戻るんです。皆さんもそういう時にありませんでしたか。多分あったはずなんです。みんなドラマがあるんです、イエス様に出会った。それでね、私この CFNJ のね講義準備する中で、ね、ある進学、私がね、まあ、ちょっと後になって進学校入ったんですけど、その時に入学の証っていうのをみんなやるんですよ。で入学の証、まあ、私以外の、ね、同級生が何人かいて、みんなね、なんでこの学校に来たんですかって入学の証するの。その時にみんながね、8人何人いったかな、まあ、半分以上の人がねこういう証するんです。私はね、神様の証明受けちゃって本当は来たくなかったんですけど、もう世の中の仕事辞めて、ね、もう言いたくない、ね、牧師なんか全然なりたくないんだけど、まあ、もう神様に召されちゃったからしょうがなくて、それで導きでここに来ました、ね、重い十字架背負ってなんとかやります。はぁ私は聞いてて義憤を覚えた。なんでだったら来んなって思ったんですね。私はもう怒りに燃えてたの聞いてて、10人ぐらいいたらもう半分以上がそういう証しするんですよ。なんでそんな、もうなんていうのかな、そんなことね、いやいやで来たんだって言うんですよ。まあ謙遜で言ったのか分かんない、なんで言ったか分かんないけど、とにかくもう運命で来ましたみたいな、まあそこまで言わなかったけど、まあ、そういうの聞いて私は怒りに思えて、なんで。皆さん、もしある女性がねこう言ったらどうしますか。私あなたと結婚するの本当は嫌なんだけどね、でもあなたにプロポーズされちゃったから、まあね、召されちゃったからしょうがなくてね、だからあなたのためにね掃除して洗濯してお料理作ってあげます。皆さん男性陣、そういう女性と結婚したいですか。嫌だったら嫌ですよね、そんなね。男性陣ね、女性陣もそうですよね。ね、プロポーズされちゃったからしょうがないけど、いやいやでもね、あなたのために料理作ります。いらないそんなの、お金出して弁当買った方がいいよ。でもですよ、もしある女性が、私料理も苦手だし家事もあんまりできないんだけど、でもあなたのことが好きでね、私あなたのためになんかしてあげたいんですけどいいですか。どうしますか。なんて可愛いね、可愛いと思いません。そうしたらもうね、そうですよね、そんな女の人がいたらね、あそうなの、もう感激しちゃいますよねえ。もう料理がどうき、うまいかどうか関係ない、関係ないでしょ。もちろんね、まあ、できたらいいけど。でもね、心わかるかな、この心ね、何かできるから、賜物があるから、得意だから、主はそんなの求めてんじゃないんですよ。能力がある、賜物がある、
どうだっていい、そんな後からついてくるいくらでも。心、ね、愛するイエス様のためにね、何かしてあげたい、何かしたい、こんな私でもね、お使いすることができますか。可愛いじゃない、主の目で見てどんなに可愛いよね。えそれが献身の原点じゃないですか。アメンですか。アメン、アメン。私ね、教会来始めた頃ね、もう私ここに赤い絨毯があるんだけどね、私の教会これ赤い絨毯だったね。で私はね、この赤い絨毯見るたびに、その救われた最初の教会を思い出すんです。あー、あの赤い絨毯、あのね、でうちの教会はね、若い人もいたし、若い子供たちもおかたね、子供たちがよく汚すんですよ。でなんかもうホチキスの針とか落ちてるとね、私ね、もういても立ってもいらなくてね、もうこれはね、私が掃除しますってで私がね、もう誰かにやれって言われたんじゃないです。教会愛するから、ね、自分がここで救われて、ね、恵み受けて、なんかお役に立ちたい、それですいません、私掃除してもいいですか。あ、どうぞ伊藤さんやってくださいって。それでこの赤い絨毯ね、いつもこう掃除機かけてます。そしたらみんなに褒められてね伊藤さんいいですね、ありがとうございます。あ、そうですか、もっとやりますよ、ね、なんか奉仕義務、そんなんじゃないですよ。わかります。嬉しくて、イエス様の愛がありがたくて、このキリストの体のために何かしたい、ね、何でもいいからさせてくれませんか。そしたら掃除やってくれて、あ、喜んで赤い絨毯ね、私毎週掃除機かけました。なんで主のために使いますか。主に召されたから、義務で、いやいや、宣教なんで行きますか。私ね、よく聞かれるんですよ、みんなに。ミャンマーに行ってるんですか。ミャンマー大変でしょうって、もう暑いところで、軍事政権で、仏教で、大変ですよね、よく行きますね。私は心の中でそんな関係ないなんでミャンマー行きますか、大変なのに。もちろん大変ですよ、いろいろあるんですよ。でもね、大変か楽かで決めるんだったら日本にいますよ。そう思いません。もう楽な方に、もう日本で寿司食べてるのがよっぽどいいですよねもう美味しいご飯と寿司でね、もういい、それがいいに決まって日本人ですからね。なんでわざわざミャンマーに行きますか。大変か楽か、そんなの基準じゃないんです。そんなの基準でやるんだったら宣教師行きません。なんで、あれ、なぜこの道を。イエス様の愛に捉えられた。ハレルヤ。イエス様に出会って、イエス様の愛が嬉しくて、このイエス様が私のことを呼んでるんだったら何かしたい。こんな私ね、何もできないし、得意じゃないし、できない人だけど、こんな私を呼んでくれるのか、用いてくれるんですか。こんな私なのに用いてくれるんだったら何かをやりたい。ありがとうございます、主よ、用いてください。もう掃除でもいいからやらせてください。はあ、私赤い絨毯見るたびにそれを思い出すんです。皆さん、神、イエス様の愛体験しましたか。イエス様の愛体験しましたか。あの時の愛を覚えてますか。それによって人生変わって、こんなに嬉しいことがあったのに黙っていますか。何かお役に立てれば、どんなスタイルでもいい、小さなことでもいいです。料理ができるか関係ない。はあ、私はね、自分の救いの証しするたびにですね、これが原点だ。世界選挙、何でありますか。献身、どうしてしますか。皆さん、この学校に何で来ましたか。なぜこの道を、なぜこの道を。いつも自分に問いてください、と質問してください。なんでここに来た。イエス様の愛に迫られて、イエス様の愛があまりにも大きく、この恵みがあまりにも大きいので、だね、神様のその主が私を導いて愛してくださる、その主が願ってるんだったら何でもしたい。ハレルヤ、ハレルヤ。その思いです。証明っていうのはね、
照明よく言いますね、コーリング、飯、やむにやまれる思いです。じっとしていられないんです。ストップすること、止めることができない衝動です。雨ですか？ストップしてんだったらね、もうとっくにしてますよ。でも何か内側からですね、止めることができない衝動、ここに私があります。そういえばこれ全然使ってない私ね。ああごめんなさい、もうこれやるの忘れちゃった。私喋って興奮して、ね、人が、読みましょう、3、はい、人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません、ね、イエス様の愛。パワーポイント慣れてない、私喋るのに熱中しちゃって、ね、こんな愛はありません。私いろんな友達いたけど、私のために命投げ出すと思ってたらいなかった。イエス様、私のために十字架で命を投げ出して、こんな友達どこにいる。イエス様は本当の友達って。アメン、アメンですか？あ、これね、私のイエス様、この人が私を教会連れてた人、うん、で私が救われました。これ若いでしょ。でこれそのクリちゃん、悩むのが趣味これが変わっちゃう。でそれの友達がこれなのね。で彼が私を伝道して、私から彼、彼から彼、どん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 救われてたんです。もう救いの連鎖、ね、伝道っていうのはね、義務でやるもんじゃないんです。嬉しくて喜びは伝染していく、ハレルヤ、これが宣教なんです。まあその友達の結婚式の時、貴重なそれ写真、これ4人組、えい、イザヤ6の8、一緒に見ましょう、3、はい、触れる声を聞いた、誰を私は使わそう、誰が我々のために行くだろうか、私は言った、ここに私がおります、私を使わせてください。アメン、ね、誰が行くだろう、誰が我々のために行くだろうか、主は今探してるんです。誰か行ってくれないかな、私を愛する主が私のことをね、本当に導いて、私のことを、あ、なっちゃったあう、ね、その主が私たちを呼んでるんです。探してる、誰かいないかな。私たち何て答えますか？いや、主よ、他の人使わせてください、言いますか？ここに私がおります、一緒に言いましょう、ここに私がおります、私を使わせてください、ここに私がおります、私を使わせてください。ハレルヤ、ハレルヤ、これで宣教するんです。だからこの道なんです。私を愛して、私のために人生、命を投げ捨ててくださった主が、こんな私を呼んでください、用いてくださるなら、人生全部捧げませんか。このイエス様のために、そのイエス様を愛する世界の魂のために、人生使えませんか、ね、そしたらね、大変か辛いかこれを思い出したらね、もちろんいろいろあるんですよ、後で話します、後で、ね、あるんですけど関係なくなります。今一緒にお祈りしましょう、ね、あなた皆さん、なんでこの道に、なんでこの道に来たでしょうか。なぜこの道を、主よ、そうです、あなたの愛に迫られて、あなたのおかげで、あなたの愛に応えたいから、主のあまりの恵みが、あなたの恵みがあまりにも大きかったので、主よ、あなたにお従いしたいです、あなたのために私のこの人生用いてください。一緒の声でお願いしましょう。一緒の声で主に応答してください。主よ、感謝します。ここに私がおります。私を使わせてください。私を用いてください。主の愛に、主の召しに応えたいです。こんな私でも主が用いてくださるでしたら、どうか主よ、用いてくださいませ。ここにいるお一人お一人が、その主の出会ったその時、主の愛によって変えられたその人生の体験、そのドラマ、その時を思い出して、そしてその救いの原点、献身の原点に立ち返り、そしてその喜びと愛を持ってまた使わされていきますように、どうか用いてくださいますように、感謝します。主に栄光を期します。主よ、ありがとうございます。感謝して委ねて、イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。ありがとうございます。